どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですね、クローエンジェル・ザ・ナイト・キン・ワークショップ NPC っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、クローエンジェルというスーパーミュータントが追加されまして、ワークショップメニューから居住地を選択していただきますと入植者となるモッドとなっております。でモッドを導入していただきますと、サンクチュアリーやボルト111付近にいる場合であれば自動的に出現する形となっております。で居住地を選択しない場合であれば自身のキャラクターのフォロワーとしてついてくるようになっておりまして、コンパニオンとは違いますが、話しかけていただくと商人のように取引の方が可能となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、自分の場合はですね、クラフト系やチート系が置いてある下の NPC 関連のところにロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですがどのようなスーパーミュータントが入植者として追加されたかご紹介の方をしていきます。目の前にいますスーパーミュータントがモッドで追加されました、クローエンジェルという名の NPC となります。話しかけていただくと、売ってる商品の方は少ないですが、商人のように取引をすることができるようになっております。で導入した際はフォロワーとしての仕様となっておりますので、自身のキャラクターが動くとこのようについてくるようになっております。簡単なご紹介となりましたが、このようにクローエンジェル
という名のスーパーミュータントが追加されるモッドとなっております。話しかけていただくと商人としての取引も可能ですし、ワークショップメニューから居住地を選択していただきますと入職者としても扱えるようになっておりますので、またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はクローエンジェル・ザ・ナイトキンワークショップ NPC っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。